マリンポート鹿児島から見た桜島です。曇ってますが綺麗です。愛してやまない職場に戻ってきました。はい、ボールを飲みます。いただきます。この溶岩焼き、カニすごいか、牛下がり、牛のなんかうまそうなところ、鳥がウルトラ豪華に来て桜島の大洋館で食べれます。巨大な、お茶漬けです。これが出して漬けて食べます。そして溶岩焼きがガンガン焼けております。食べます。こんにちは、ゆめねこです。高速船甑島に乗ってこれから甑島に行きたいと思います。現地甑ブルーどころか、台風が来そうな雨です。行ってきます。すごい雨になっています。甑島、高速船甑島に乗って行ってきます。はい、お願いします。席に座りました。乗船名簿に書いてここにゲーゲーした時に袋もしっかり用意しています。いよいよ高速船が、薩摩川内のフェリーターミナルの港を出ます。亀甑島里港にいよいよ上陸です。甑島の道ですが信号はないですが、そんなに沖縄っぽいっていうよりもここは鹿児島かなという感じです。長めの浜展望台に来ました。3つの池、変化に富んだ海岸線、背後にある山並みが一体となってできている地形です。眺めの浜です。ずっとさすが奥まで続いている面白い地形になっています。甑島のナマコ池というところに来ました。あの辺に鳥がいます。残念ながら雨がちょっと降ってて甑ブルーが見えませんが、淡水だそうです。甑島の中甑島に来ました。信号があります。そして、カフェがこの辺りにあるみたいですが、観光船カノコとか、スナックのユーユーなんかがあります。中甑から鹿島という方に向かっています。展望所とか資料館があったり、橋がこれからどんどん続いていきます。甑大明神橋です。これが甑島のシンボルで、土器の甑に似ているそうです。そして鳥居があります。この甑明神橋を渡ってこれで鹿島に今度は接続します。鹿島の方から鹿の子大橋です。これがアーチ橋になっていて上から見ると綺麗なみたいです。ちょっとここからだとアーチが見えないですが、展望所から見るとアーチ橋が綺麗に見えそうです。横はすごい綺麗な海岸や、こっちは岩が広がっています。お昼は第8大龍丸という途中にあるお寿司屋さんで握りのランチを食べました。1300円で結構いろいろ入ってお味噌汁もあって美味しかったです。来ました。ついについに九州で一番長い橋、甑大橋です。本当はもっと真っ青で綺麗なんですがちょっと曇ってます。2キロぐらいある大きな橋で、これで上甑と下甑がつながっています。斜めになっていてここで、左に寄ります。さらに大きな船が通れるようにあそこが盛り上がっていて大型船が通れるようになってます。下甑島へと向かいます。ここが釣りバカ日誌でも使われた手打ち湾の砂浜のところです。松竹映画釣りバカ日誌9ロケ地ということで、キスの投げ釣りに挑戦した、シーンで最後に使われたそうです。本当は甑ブルーがすごいんですがちょっと雨があってそんなに感動の海ではないですが、広い砂浜が続いてます。手打ちの海水浴場の近くに鹿児島県の、歌手の森進一さんの、お母さんがこの甑出身ということで、こちらに歌碑があります。
森進一さんのお母さんはここ古式村手打の出身です。この歌碑はその地理によって建立されました。3番まで流れます。おふくろさんよ、おふくろさんよ。敷島猫がいます。白黒にゃんで可愛いです。池田バーに来ました。池田バーのマティーニです。いただきます。池田バーのマティーニです。そんなに変わらないですけど、基本の女性が浅いのかな、ちょっとガツンとするので、そこにジンベースの、お酒のギムレットです。結構強いショートカクテルです。いただきます。実家にゃんです。おーにゃん、こんにちは。イムネコです。鹿児島のショートコースです。人が全然いなくて、楽しいです。行ってきます。結構暑いです。3週目だから27ホール行ってます。こんにちは、ゆめこです。鹿児島県曽於市という都の城の近くにある南筑さんのところの肉の蔵という直営レストランに来ました。500円のカレーのほかステーキやとんかつが安くで美味しく食べれます。ステーキが来ました。レアでお願いしました。こんな大きくてわずか1500円で今日は食べれます。まずは500円とは思えない超すごいカレーが来ました。サラダ、福神、そしてこんなにお肉がいっぱいのカレーです。いただきます。で、とどめが1200円で食べられるこの立派なとんかつです。ブーちゃんの美味しいのとカレーと味噌汁がついて立派です。マリカさん、マリカ、あや、マリカさん。